フラワンダフルライフ、皆さん今日も植物の毎日やってますか？福岡県朝倉郡筑前町のエコマルシェ鬼塚、元気で生きのいい店、もう一回、はい、はい、福岡県筑前はい、もう一回、はい、福岡県朝倉郡筑前町の元気で生きのいい植物&マルシェ鬼塚の、井上です。店長、今日は何を教えてもらえるんですか？はい、あの今日は、ちょっとついにあれが出たんですよ。ついにあれ、ついに出ました。ついに出ました。なので、あれをこうしてああしてからああしようと思ってました。はい、はい、どういうことですか？うだうだやね。はい、はい、あの今日はあ、もう映ってる？俺だけ映ってるの？そうですそうです。あ、本当？引く？引きますか？引きますか？いやいやいや、ちょっと待って。はい、あの今日4月7日よ。はい、はい、春真っ只中、あったかいですね。そうですね、あったかくなりました。はい、世の中には何が溢れてますか？うん、溢れてる？お花。お花溢れてますね、はい、はい、何色が溢れてますか？春色。それ春色。春色といえば春色クレヨンです。ですよね、やっぱ今年話題沸騰中ね。話題沸騰中でしょ、うん、そうですね、すごく人気です。人気、先週かからスタートした春色クレヨン、クレヨンシリーズがいよいよ始まったので、激推ししてますけど、それを今日はさらに推していこうと思っていう企画です。はい、いかがでしょう？お願いします。はい、ということでちょっと引いて、いきますよ。引いて、はい、じゃーん、じゃーん、ほら、春色クレヨン、滝井さんが今年出した新しいシリーズ、春色クレヨンシリーズ。はい、これを今日は説明、解説して植えていこうと思いますが、疑問点ないですか？品種いろいろあるけど全部春色クレヨンじゃないですか？そうでしょ、その辺のあたりなんか気になることいっぱいあるでしょ、みたいな。はい、ね、これは我々が下手なことを言うとちょっといろんな意味で良くないかもしれない。そうですね、はい、専門家に来ていただきます？それがいいです。専門家いないかな、どっかに。お、あ、いた、たまたまいたよ。ほら、こんちゃ久しぶりで、なんかクレヨンおじさん、クレヨンおじさんやってきましたよ。いや、今どこでしたっけ？サントリー、じゃあ、そうそう、以前はまあね、はい、サントリー、サントリーさん、アリート、はい、で、今は滝、次は、次は内緒まあね、そうそう、一箇所に根を下ろさない、はいはいはい、東へちょろちょろ、西へちょろちょろね、ちょろちょろ、業界の布袋草と呼んでください、はい、うまいこと言いますね、うん、ということで、今日は美香さん、なんと、はい、クレヨンおじさん来てくれましたね。本当ですね。いやいや、もう ね、プロデュースした企画が、はい、いきなり先週、先々週から、はい、ガッツンガッツン上げてもらって。そうよ。いやいやいや、ね、だからどれだけ売れてるかなと思って見に来たらさ、すごい売れてるし。でしょ、うん、まあ、クレヨンよ、うん、なんでおじさん、まあ、クレヨン。そうそうそう、ね、ちょうどでも店長と会ったの以前のあの園芸ガイドさんの取材以来。はいはいはい、撮影でね。そうそうそう、そうそう、うん、そうそう、仕込んだら出たの出すの忘れる。そうやろ、そうやろ、だから俺が言ったよそう、この時にね、一緒に、はい、撮影と、うん、2022年そうですね、最新号なんですか、今のところ今のところ最新号です、うん、ですね、うん、お、これで、この時にもね、紹介させてもらったんですけど、おー、うんうんうん、ページ出てるよね、その前かな、もう一個前、これ付箋はなん、あれ付箋の これ関係ないところに外してますなん、これ俺やられてるよね、だって今はめられてるよ、ちゃんと黄色のとこ、黄色のとこか、なんで俺が知っとんのそうそう、付箋付箋、うん、ちゃんと付箋してあるやん、そう、この青の付箋なんやって、まあ、なんですかね、はい、園芸ガイドの2022年春号の、ページ34ページ35ページかな、うん、はい、ここにクレヨンシリーズということで特集しましたね、うん、さあ展示会でも、そうですよ、展示会の時はあれだったでしょ、あのライブ
京都からのライブ、美香さん。そうですね、あれで山ちゃんがもう暴走してるんですね。そうそう、暴走してるんですね。あれで春色クレヨンっていうのを皆さん知って、そうそう、いつ入ってくるんだ、いつ入ってくるんだっていうので、あの時はクレヨンのラベルしかなかった。そうです、そうですね、はい、これがね、あのいよいよ、ね、こっちも詳しく書いてるんですけど、うん、商品が出てきまして。そうなんですよ。でね、この春色クレヨン、まずそもそもクレヨンシリーズって何なの、はい、っていうとこからなんですけど、はい、まず気になるね、はい、いわゆる、初めて子供さんがお絵描きするとき、まあ、油絵から始めますよっていう人もいるかもしれないけど、まず最初子供さんがお絵描きするって言ったら、まあ、クレヨンから始めていきますよね。なるほど、まあ、いわゆる園芸が、初めての方とか苦手な方でもそこそこできる。だから逆に言うと一株でドカーンとでっかくはなんないけど、6寸とか7寸ぐらいのちょっとちっちゃめの鉢にポコッと植えとけば、何度も何度も切り戻しなくてもそれなりに見れる、70点の商品は取れますよというのがまずクレヨンシリーズなんですね。はいはい、初めての方でもとっつきやすい。そう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 、はい、で今店頭に並んでるのがこれ春色クレヨンというシリーズで、はい、前にある八重咲きのカリブラコアが8色で、あとネメシアが3色、はい、で、バーベナも3色、はい、そしてロベリアも3色と、はい、こっからスタートして、で、次は夏色クレヨン、はい、で秋色クレヨン、冬色クレヨンと、なるほど、どんどんシリーズが続いていく。だから一つのカテゴリーなんだけども、植物がどんどん入れ替わっていきますよと、はいはいはい、うん、というのがクレヨンシリーズ。そう、だからクレヨンは簡単ですねというのをね、分かっていただければいいかなと。誰でも通った道だしね、クレヨンね。そうなんですよね。そうですね、うん、ね、そうかそうか、そういうことなんですね。初めての方でも楽しめる、そういうことです。誰でも楽しめるっていうのがコンセプトで、クレヨンの形をしてるわけですね、ラベルが ね、うん、分かりやすい。春夏秋冬も全部これでいきますけど、シンプルにこれだけで楽しめるってことですね。そういうことです。まずはあとね、もう難しい名前やめました。カタカナで長いのとかね。はいはい。うん、じゃあ、全何色みたいな感じだよね。そう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 。だからもう本当ね、クレヨンのラベルを集めていただいてね、お庭とかでバーッとさせてもらっても綺麗ですしね。でも、これ、今年これでしょ？うん。この後、きつくなってきません？クレヨンの、色目が。色目でしょ？色目きついよ。だから赤とか青とか白とか言ってるうちはいいけど、もうこの辺なんてもう夜明け色、黄昏色って何色なんていう。そういうクレヨン今度ありましたって。もうね、苦しんでる。というかね、ちょっと待って、一人でこれ全部商品の選抜から、うん、はいはい、ブランディングからネーミングからいろいろやってるんで。そうですね、もういっぱいいっぱい。それは大変だ。だってほら、どっちかというとピンク系やな。うんうんうん、これ以上ピンク系出てきたらもうないよね。ないですよね。ないよね。苦労した点は何ですか？苦労した点、まずこれ滝の中でたくさん品種はあるわけですよ、はいはいはい、種もあるし、はい、うん、そうですね。でその中で、いわゆる日本の暑さにも強い、雨にもそこそこ強い、はい、うんうん、育てやすいっていうところでのチョイスする選抜、はあはあはあ、うん、これが莫大な中からここまで選ぶっていうのがね。なるほど、うん、いろんなところで合生産者さんでテストしてもらいましたよね、うん、そういうところで。じゃあもう本当あの色目とかと、うん、あと一番大事なのは丈夫さとか。丈夫さですね。育てやすさ、はい、育てやすさ。で早く花が咲く、それが何より、うん、早く花が咲く、うん、どうしてもね、何回も何回も切り戻ししてなかなかこう花つかないって嫌がる方もいらっしゃるし、手をかけないとつかないんじゃなくて、だから早い時期から咲いてくれるというのも選びましたね、はい、でね、このおうち時間が長い中で、はい、もう本当に初めてね園芸始めたとか、あとしばらくやってなかったけどもちょっとまたやってみようかっていう方が増えた中で、そういう部分ではまず取っかかりとしてね、これやってもらって、はい、どんどんステップアップしてもらって、はい、また次のお花次のお花っていう風に言ってもらったらいいかなと。家族でってから伸びやすいですね。いや、そう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 。以前のね、前職の時にさ、はい、ちょっと特別なスペックアップしたやつをっていうことで店長に提案させてもらって、はい、で、まあ、それがものすごいブレイクして、はい、うん、だから同じようにちょっと生産者もこだわって、はい、
いいグレードのものを作っていこうと、うん、いや、うん、いいの来ましたね、うん、本当あのこのとこもすごくいいんですよ、若いだけで、うん、若いだけで、面白いのはしっかりしてどれもあの 3.5 号のね、うん、10.5 センチのポットの苗なんで一回り大きいですから安心して、その辺もやっぱそういうことですよね、うん、植えてすぐ楽しめるみたいな、そうだからもう十分ね、ハサミを生産者さんの方で入れて7割、8割仕上げてますと、だからあとお客様は、お買い求めいただいてポット鉢に植え替えたらさっと楽しめる、もう本当お店の方でも今年、まあ、あのチャレンジでしたんですけど、うん、チャレンジしてよかったなと、うん、逆にもっともっとね、あの潤沢にあればよりよかったかなと思うんですけど、うん、すでに今年初めてですね、すいませんね、もうすでにね、あのちょっと少なくなってきてるものもあって、うん、ただ、今度夏色になって、うん、秋色になって、うん、だから冬色っていう、これはもうしっかりあの揃えていこうかなと思ってるんで、ちょっとでも教えてもらえないですか、ちょっと、うん、何何もうあの言えることないですか、あー夏色ね、夏色はね、ちっちゃいお花でね、ちっちゃいお花がいっぱいつくよ、いっぱいつく、ちっちゃいお花、いっぱいつく、なんでしょうね、めっちゃつく、で秋になるとね、葉っぱがね、渋、黒葉、銅葉、葉っぱが渋、うん、そういうのも出てきたり。冬はまたちっちゃいのがいっぱいつくやつがいろいろあります。何やねそれってね。でもあれでしょ、アリッサムとかじゃないですか。ああ、アリッサムね。アリッサムまでは手が届かんかったね。じゃあ違う。ね、ちっちゃい花がいっぱいさ。いるのよ。でもそれ。まあ、お楽しみによね。いや、ただね、もう本当今店長言ったように、はい、あの数少ないんですよ、初年度。というのは、はいはい、もう日本全国生産者さんいっぱいいるんで大量に作ろうと思ったらできんことはないんやけど、うんうんうん、まあでも大事にとりあえずいいスペックのものを出したいということで、はい、めっちゃ数量限定でいってるので、そういうことです。だから店長が言うとね、影響力ありすぎるのこれ、そうあるんですよ、はい、あ引き合いが多くなるってことですか。そう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 、いやでもね、うん、まあでもね、せっかくオープンの年にいきなりこうやって担いでもらってありがたい限り、いやいやいや、もうあのもうシンプルにね、まずはいいなと思ったのとね、あのお店が一体どんな仕掛けをしてくるのか楽しみにしてたので、うんうん、これでしたっていうことで、ああそうで、あのインスタもやられたじゃないですか、インスタであのいろいろ、はいはいはい、あれってクレヨンに特化してましたっけ。そうですよ、僕は今はクレヨンおじさんですから。でしょ、あの育て方とか、あの肥料だとか、はいはいはい、あれはね、まあでも全般には使えるよね。そうですね、あの園芸全般にね、なんか見た見た、あのすごく分かりやすく、滝井のね公式インスタで、そうですね、リールでね、はい、喋ってるんで、普段はね、はい、僕はだから15秒しか枠がないリールだから、はい、うん、こういう長尺になると何喋っていいのか分かんない。もう十分喋ってますよ。15秒で収めることしか考えてないから。いや、十分いけてると思います。あ、そうか、じゃ あのそちらの方でも解説をね。あ、やってますやってます、あのしてくれてたので、ぜひあの、はい、フォローしてない方はね、はい、あのリンク貼ってくれるのかな、はい、リカさん、あります、貼ってくれますか、はい、概要欄に貼っときます。じゃあちょっとこういう形で、まあ、品種の紹介はどうします、うん、じゃあちょっと売り場見てみます。そうですね、はい、皆さんクレヨンシリーズ、とりあえずあの、この方が、はい、タッキーのこの方が、タッキー修行さんのね、はい、ホミさんが、作ってくれたこのクレヨンシリーズ、注目ですので、ぜひね、見つけたら、あ、これだって、ね、飛びついてください、ね、お願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと売り場、はい、見てみましょうか、はい、はい、移動します、はい、はい、はい、ということで、あの、ビートの入ってすぐ右手側ですかね、はい、はい、花金ネームでやったら皆さんね、そうですね、はい、あの、クレヨンコーナー、クレヨンシリーズと奥にネメシアのクレヨンがあるね、あっち、はい、あっちにもありますね、あのライ、あ、もう少ないのもあるけどね、ライチとか桜、うん、ね、うん、かわいいね、もうライチ結構気に入ってたんだけど、うん、かわいらしい、かわいい、かわいい、で花ちょっと、だから花の大きさもそれぞれってちょっと違いますね、うん、うん、で、桜とか、うん、かわいいね、カリブラックは、これすごいでしょ、日本餅、すごいですね、ね、すごい、これ日本鉢があるからか、これはもう赤がもうなくなっちゃった、ほぼ、くれないやつ、一つだけ、うん、あと一個やね、赤、はい、赤、うん、あららら、ね、
見てください、おみちゃん。そう、でもね、これ今カリブラコア全8色はありますけど、はい、実はね、50品種の中から選んだのね、50ほどネタがあって、その中からチョイスして、はい、で、実は去年の夏めっちゃ暑かった時、はい、滋賀県の、研究農場で、はい、路地でバーッと50品種植えて、うん、テストした。でその時にはもうすでに8つ決めてたんよね、もうこれで行こうと思って、はいはいはい、で去年の夏このめっちゃ暑い中見に行ったらやっぱりね枯れてる子もいたんだけど、はい、この8色全部生き残ってる。あ、そうなんですか。あら、見る目やね。いやいや、そう見る目やる。だからね、あの暑い夏でもね持つこの子たちは。あら、うん、じゃあ今植えてモリモリになるじゃないですか。なりますね。ここなりますよね。うん、まだ切ったらまたもう一回りでかくなりますよね。ちょ、その辺の育て方もなんか追いたいですね。あ、でもそれはインスタの方でもやりますよ。あの、やってくれるみたいですよ、皆さん、はい、なんでね、滝井さんの公式インスタ、うん、ね、こちらの方もご覧いただいたらなと思いますけど、あの、なりすましアカウントには気をつけてください。あ、そうなんですよ、はい、ね、今結構ありますよね、はい、じゃあおすすめ、特におすすめ、もう全部おすすめなんだ。全部おすすめ、全部おすすめ。あれすごいね。店長これ好きでしょ。大好き、空色。これすごい人気あったよ、うん、かわいらしい色ね。ねえ、日本町すごいもん ね、 そうですね。これはクレヨンにあるでしょ、空色って。あります、あります、これはあります。ちょっとね、あの青空と雲みたいな、はいはい、強引なやつじゃない。はい、あれあれ、そう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 、すごいね、もりもりです。これ本当2株植えただけだね、これ確か。すごいね、これがクレヨンの、あの、まずは一番シンプルな楽しみ方ってやつね。一番大見さんがしてほしい楽しみ方ですね。そうです、これだけ植えてもいいんだよっていうね、です。 こっちバーベナがまだね少し若いんですけど、株はすごくいいですからね。あの、もう、花の色はラベルにありますんでね、皆さんね、植えて花を咲かせるとこから楽しむのもいいんじゃないでしょうか、ということですね。春色クレヨン、今年初めてなのにね、こんなに、あの、うん、なんかいい、なんかこう、お花のシリーズとはね、面白いですね。楽しい。はい。で、まあ、あの、こうやって楽しむ、シンプルに楽しむのもね、いいですけど、まあ、鬼チャンネルなので、これもう一つ、ちょっと、あれしてみる？寄せ植え。そうですね。寄せ植え謎してみましょうか。はい。はい。まあ、こういう楽しみ方は、まず、皆さんね、一番おすすめです。そしてさらに寄せ植えの方もやってみたいと思いますので、じゃちょっと植え込み台移動しますか。はい、はい、じゃあちょっと行ってみましょう。おみさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、はい、単品はさっき、あの、紹介した通りもうとても素敵なんですけど、寄せ植えもやっぱね、鬼チャンネルらしくいるでしょ、みかさん。そうですね、はい。で、やってみましょうということで、どうしましょうか。使ってないやつがいいね、まだ。そうですね、うん、さっき何だった、ちょこちょこ使ってるから、空色がバーってなってたね、うんうん、でカリブラの、あ、何だったっけ、赤、はい、バーってなってたでしょ。あとはロビリアもじゃあいいかな、うん、ロビリアも単品で植えるのが一番いいからね。そうですね、うん、じゃああれだ、ネメシアのクレヨンだ、クレヨンのネメシア、はい、ね、先週も使った。でも先週アケボノ使いました。お、そうやった。で、咲いてなかったよ、先週あれが。そうですね、そう、アケボノが咲いてただけで。そう、なんであれを使おう、プディングを使う、プディング、プディングね、プディング使う、プディング、ほらかわいい、まだまだいいね。ネメシアってやっぱうち結構 やってるよね。かなりやってますね。年中なんかこう活躍してるね。そうですね、俺なんかネメシアの特徴だいぶ分かってきたよ。分かってきました。うん、でも、まあ、教えられんけど。教えられないんですか。いや、だいぶ分かってきたよ、癖が、うん、いろんなネメシア扱ってますからね、うん、なんかね、強さ弱さもね一目で判断できるようになってきた。一目でですか。一目で。でもここからはちょっと有料コンテンツになります。はあ、なので、はい、見たら分かるんですか。見たら分かる。
ちょっとずつ聞こうとしてもダメ。今度改めて教えてあげましょう。はい、ぜひぜひ、はい、ということで今日はねクレヨンにねフューチャーしてなんで、あ、後ろのラベルのねこう裏のねあのなんていうのこう結構充実した内容ですよ。裏面のまた書いてることもねとても分かりやすい。初めての方でも安心してこれ見てだけでできるぐらいいいこと書いてあるよ。本当ですね。うん、壁の間の植え付けの距離感とかも書いてある。そう優しい内容になっておりますの です、ね、皆さんぜひねラベルの裏面もご覧ください。8、はい、8、あ、これでも2回目かもしれない。いや、使ったことないと思います。いや、ほら形的には使ったことない。コラボの時に使ってなかった誰か。あ、俺が使ったんじゃないの。そうですね、赤いの植えるのに使ってなかったですっけ。俺が植えたの多分。そうですね、好きなんだ多分。ちょっと青っぽいのを使ってますよね。そうやろ、ほら2回目の登場。確かに今季2回目の登場。いや違う、プリンだからプリンっぽいやろ、うん、ケーキ屋さんのプリンっぽいやろ。ケーキ屋さんの高級なプリンっぽいです。プッチンプリンのプリンじゃないよ。じゃないですね。あのなんか洒落た容器で、容器だけで結構お金取ってんじゃねえかみたいな。だいたい250円以上のプリンですねこれ。下世話な話をするよ。そうそう、高級プリンね。高級プリンの入れ物みたいな。ほら、可愛くない。可愛 い形が可愛い。形で選びました、うん、形で。こういう形のやつが他にもあればまた可愛いと思うけどね。陶器鉢これにしましょう。はい、これにプリンを植えたいと思うんですが、あのクレヨンシリーズに限らず、寄せ植えるときさ、あのよく聞かれるでしょ。よくお客さんもこれを大事にこう持ってきて、気に入ったお花をね、気に入ったお花を選んで植えてくださいってよく言ってるんで、気に入ったお花を選ぶじゃないですか。はい、で気に入ったお花、これがあったんで、これ気に入ったんでこれを寄せ植えしたいんですけど、他に何を合わせたらいいですかってよく言われるんです。はい、言われますね。よく言われてるのを聞きます。はい、もうねその時点でね、他に何よっていう時点で、うん、僕うんって思うんですよ、うん、他に何か絶対違うのを植えなきゃいけないっていう時点でなんかちょっともったいないかな。あ、気に入ったんだったら、そう、気に入ったんだったら複数本あっていいじゃないですか、うんうん、全部これに4つ5つ植えるのに全部ね1ずつ植えようとするじゃないですか。うん、でも気に入ったんだったら、気に入ったお花は2本か3本植えたらいかがですかって僕言うと、結構皆さんはぁってなるんですよ、うん、気づかなかったって。確かに。だから僕ね、あの後ろと前とかってこうね植えるんであれば、後ろ面は完全に好きな花2つ並べてもよくないって。で前の方だけ違うお花を植えたらすごい簡単。これが5つずつ全部違うの植えるからなんかこうまとまりがあるようでないみたいななるんで、これが、一番メインのお花を複数本植えたら、それが寄せの中で存在感がぐっと増すので、何がメインの寄せかっていうコンセプトがはっきりするから、これ結構おすすめです。結構してますよ。だからそうですね、どれがメインか分かりやすいかもしれないです。確かに。そうなので、線が細い花もお花もあるからね、うんうん、そういう時は特にね2つぐらい植えたりしてね、はい、プリン植えよう。でせっかくなんで他の、なんだっけ、他のクレヨンも植えたいんですけど、これもねまだ植えてないんだ実は。桜色がずっとバズってますからね。そうですね、桜色って言ったら何でも桜色見えてきた、ね、はい、でもこれ紛れもなく桜色。はい、いいですね、春の色ね、欲しくなります。じゃあこれを植えます。合わせましょう、こうして簡単ね。そして今度は紅ですよ。もう歌わんよ。歌ってましたね、この前。歌ってましたよ。でも結構あのキーが高いんでね、花粉症の僕にはちょっときついかもしれない。皆さんむせてたりして。そうですね、はい、紅。お、なんかもうコンセプトはっきりしてない、なんかちょっとなんかばらけましたね。ばらけましたでしょ。ばらけたね。そうですね、ばらけたなって思ったでしょ。なんか、なんでですかね。なんでしょう。だって赤や黄色やピンクや、そうですね、なんか忙しいですかね、色が。そうですね、色が、そっか。そう、
で、そういう時に最後役立つのがユーフォルビアなんですね。すごい干渉しますね。あ、干渉剤ですね。本当ですね。はい、ということで、もうこれだけで困った時はそうです、ユーフォルビアです。そうですね、いや一個も言わなかったね。困った時はオレガノか、困った時はダイヤモンドフロスト、ユーフォルビアか、ね、これしていただけたらもう簡単におしゃれな寄せ植えね、なりますから、もうこれでいきましょうよ。鉢底をネットしたよ。鉢底ですかね。はい、石をしましょうね。石入れましょう。石をね、半分じゃないね、3分の1ぐらい入れてますね。はい、しっかりあの排水を確保しましょう。はい、なんかいいね、花、華やかなこう花植えるから、なんか言い方悪いけど簡単だよね。なんかニュアンスカラーとかさ、ちょっとおしゃれな、うん、ちょっと難しい、気難しい花ってどう合わせようかなってえらい考えられます。そうです ね、うん、気に入ったお花の色をパッパッパッと選んできてね、一番メインが2つ、あと1つずつ、あ、もう一個なんか、でも葉っぱが緑緑でちょっとね、なんか仰々しくなったなと思ったんで白を入れたって。しかも線の細い白、これはね、どこでも使えるテクニックですから皆さん覚えておいてよ。はいね、いつでしょうかね、美香さんが寄せをする日、 X デーいつでしょうか。いつですかね、見てみたいで、皆さん視聴者さんいっぱいね、うん、コメント寄せていただいてますよ。こそっと練習しようかな。下手なもん作ったらもう俺、もう俺が叱責されるけどね。はい、そんでちょっとそこはね、あのやらせ的でも頑張る。はいはい、ポット外しましたよ。ポット外しまして、肩の土取りましょうね。肩の土取って根っこもね、少し立てましょうか、ね、少し下むしってもいいかな。どれぐらいだな、ほどいてください。で、あ、もう状態がいいのでそんなに手を入れる必要ないですけど、少し混み合った葉っぱがあれば取っておきましょうか、ね、お、蒸れたら怖いんでね、蒸れないように、蒸れないように、ネメシアは蒸れるのが一番苦手ですのでね、蒸れないように、はい、この状態綺麗ですね。前後ろ見ましょうか。前後ろ、どっちが前、前、前、こっちですね。はい、置くだけね。そういうね、何ステップかあるでしょ。ポット外して肩取ってね、根っこの状態見て少しほぐして、で、中の方のね、蒸れそうな葉っぱがあったらこの時取っておいて、はい、根は触りすぎちゃダメとかありますか。触りすぎたら、まあ、すぎない方がいいかな、うん、あ、触っても大丈夫ですけど、ゴマの葉草系なんで、うん、大丈夫なんですけど、せっかくこの花に対しての、下の根っこの量なんで、あんまりハードにこういく必要ないですかね、うん、じゃあぐるぐる巻いてなければそんなに、そうそう、いいと思いますよ。はい、はい、前後ろ見て、あとは置くだけですから。どうかな、これじゃない、これ、ほら、簡単、いいですね。いいですね。いいでしょ。鉢との色の、ん、鉢との色のこう、ね、合わせ方がいいです。今日は分け分けするのないからね、遅い。そうですね、完コピ簡単にできそうだね、うん、ほら、ユーフォルビアが出てきたから。寒さは全然ダメですけど、皆さんね、暑さは全然大丈夫なんで、あと伸びても切ったらいいので、うん、ふわ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 っとこうね、チラ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 ふわふわふわってなるのがユーフォルビアの特徴ですから。そしてね、まだちょっと若いかな、根っこがほぐれたじゃなくて土が結構ね取れましたので、いいですね。あの、絡めてもいいですけど、もう普通にユーフォルビアだけでもいいんですけどね、はい、もうユーフォルビアを押しても、今日はクレヨンが押しですから。そうです ね、はい、もうあんまり処理することないですね。土が勝手にポロポロと落ちましたんで、はい、もう真ん中1本こう入れといて、ね、全然邪魔になります。かわいいですね、濃いね、うん、でね、後でまあ美人さん作業するかいいかな、今は。はい、そして出しておきましょうか。そして桜色、桜クレヨンの桜、はい、
ね。おう、まさか。ん？ああ、ちゃんとちゃんとあの裏面違うこと書いてます。書いてますか？よくほら裏面がほとんど一緒のこと書いてるラベルってよくあるでしょ。そうですね。はい。土が乾いたらたっぷり水をやりましょうしか書いてないやつとか、うん、あるじゃないですか。ね、ちゃんとあのそれぞれのポイントを押さえてポイントが書いてありますかね。はい。はい、あ、ポット外しましたね。で肩取りました。根っこもね、あの何ちょっと線が細いですけど、丈夫な植物ですので、巻いてるようならほどいた方がいいですけど、まあそんなにこれもトントントンってするぐらいで、あとね縦に指を入れるぐらいね、で十分です、はい、ね、あのペチュニアの類のぐる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 ってなったやつはねガシッといってください。ガシッと取っちゃってください、ね、カリブラの方が少しでは優しいですけどね。でも上の強さっていうのはなんだろうね、ペチュニアよりも、まあ、ベタベタしないよね、まず花が。そうですね、うん、ベタベタしない。あのでもベタベタするペチュニアも指先をこうね水でこうして触るとね全然ベタベタしないいいんですけど、扱いやすいですよね。まああの強さっていうのはね、もう強さはねカリブラだからとかペチュニアだからっていうんじゃなくて、ペチュニアの中でも強い弱いが多少あるし、カリブラの中でもあると思うんで、まあさっき尾身さん説明してたでしょ、強かったって、うんうん、なのでこれは強いタイプですので、ね、安心して植えてください。そして複数本刺してなんか、うん、立派なように見せてるのもあるんだけど、これは1本1株ね、1株でピンチしてこうねハサミを入れてしっかりね根もね大人になってますので安心して植えれると思いますね。いい状態です、とても。はい、おすすめ。さすがあの肝入れなだけありますね、うん、ここ入れましょう。お、よくね、かわいいです。わあ、わあ、いいね、いいですね。うん、シンプル単品上にちょっともう一エッセンス加えたいなっていう方ね、寄せ植えをぜひねしてください。バーベナも一緒です。ポット外して肩の土取って、手前に植えるんでそんなまああの空気が通る場所があるんでね、そんな怖がる必要ないんですけど、バーベナちょっとね根が回ってる、上のね株のね割にね根っこが先に先行して動く植物なんでね、こうして、お、いいね状態が。あの伸び上がってくるタイプじゃないです。わーっとね、こんもりこんもりこう、うん、ね、モコ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 ってなってくるタイプ。なってくるタイプですね。モコモコタイプですので、いいね。もう超簡単じゃない？うん、簡単で可愛いね。ほら。おお。おお。いつも冷静な美香さんがおおって言ってる。可愛い。おお。なんかついに我慢できなくてなんか誰かの声聞こえました。聞こえましたね、はい、ちょっとあのできたら黄色い声援がいいですね。咳込みましたね。そうそうそう、なんか可愛いちょっとねちょっとなんか怖いですよね、ポルターガイストみたいになるじゃないですか。なんか背の高さもあれですね、こうちょうどいい感じで。そうでしょ、あったんですよ、ちょうどちょうどありましたね、うん、ちょっと回してね、土入れましょうか。はい、はい、おなかなかいいじゃないですか、うん、はい、いつものようにねぐるーっと一周してくださいね。ぐるーっと一周、口が狭くてね下の方が広がってるからちょっと入れづらそうですね。ちょっと入れづらいとこあるかもしれない。でたくさん入る、うん、そしてよりたくさん入る、口の広さよりもねたくさん入りますね。ぐるっと入れました。ということは、はい、はい、いつものようにね、うん、軽く指を入れる、はい、穴が開く、土を入れる、軽く指を入れる、穴が開く、穴が開くか、開いたね、土を入れる、中もね、外もね、軽く指を入れる、穴が開く、土を入れる、もうおなじみ、なんかもうだんだん全国版になってきたよ、美香さん。そうですね、なんかコメントいただいてたもん、この間軽く指入れる、うん、なんかあのこれがもうなんかフレーズが頭から離れないと、そう
皆さん作るときにこう頭にそれが思い浮かぶ、そうそう、リズム、リズムやっぱね、うん、思い浮かぶってきましたね。テンポ大事だから。よし、入りました。もうそんなにね、あれでした、たくさんね、入るとこなかった。でもね、ちゃんと入ってますよ。指先の感覚って、美香さんまだ未知の体験なの。そうですね、うん、なんか穴がそうそう、開くってどんな感じかなみたいな。そうですね、ほんと軽くですよ、本当にね。なんか入れ忘れそうな気がします。こう、指全部全部、それぞれの株の間に一度はこうしてね、そう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 、指を必ず入れるんです。間々ですね。そうそう、入れて穴が開いたら入れる、土を足すみたいなね。はい、はい、終わりましたよ、今ね。で、最後、ほらいつものようにこうします。これ今日ユーフォルビアがあるんで、ユーフォルビアがね、これね、結構間どこでも出せる植物なんですよ。美人さん作業の時に、ね、必ずね、あの一枝一枝こう触ってあげて、どこから出そうかなみたいな、ちょっとねこう歯組みしてあげるといいですよ。あ、結構しっかり絡めるんですね。絡められる、うん、絡める。で、あのなんかな、線が細いし、中の方もね、下の方も葉っぱがたくさんある植物じゃないから蒸れづらいし、とてもいいんです。はい、そして全体的に触りましょうか。でも今日は結構シンプルで簡単ですね。ちょっとね、この白い花をね、ユーフォルビア少し引っ張ってあげて、まあ、ユーフォルビアも過去に何回も使ってて説明してるね。拾ってるよ、これ多分ね。皆さん、僕との思い出はすぐ忘れてしまう。あの悲しいね、なんかね。はい、入りましたよ。よし、いい感じ。あの、これ花がこれじゃないよって言って、ガクと花。あ、そうですね。そうでしょ、説明したでしょ。はい、あの、復習してください。そうですね。はい、終わりましたよ。はい、かわいい。お、いいかもしれない。よし、はい、完成でーす。おー、どうです、皆さん。おー、おー、聞こえましたね。怪獣がいるよ、怪獣が。怪獣がいる。怪獣がいるかもしれない。山ちゃん怪獣だね。山ちゃん怪獣がいるかもしれないですよ。はい。どうですか、皆さん。かわいいです。ほら、なんかもう、あ、クレヨンがこう、箱から開けたみたいな。ほんとですね。クレヨン。全然染まってないんやろ。ごめんなさい、ちょっとよく分かんなかった。でもあのユーフォルビアを入れた途端、なんか、はい、ガチャガチャっとこう、はい、なんかあまりまとまりがないように見えたんですけど、色が急にまとまりました。ほら、そうね、この、うん、ちょうどいいこの白のね、そうですね、あの、うん、邪魔しなくて引き立てる感じが、うん、それぞれの色のあの中和してくれるっていうかね、そういう役割があると思うんで、はい、ユーフォルビアはかなり重宝するんですけど、まあね、このはっきりとしたこのどっちかというとはっきりとしたこのプリンと赤があるんだけど、はいはい、ね、ほらやかましくないでしょ。そうですね、ほら綺麗にまとまってます。ほら持ってますね、やっぱ ね、はい、ね、クレヨンがとても可愛いので、もう完コピもできるんじゃないですか。ちょっと色変えてもいいし。そうです ね、ここの色全然変えてもおかしくないと思いますよ、うんうん、ということでユーフォルビアも使いながらね、あとオレガノケントビューティーとかでもいいと思いますけど、はい、あの使って可愛くできるんじゃないでしょうか。一押しのプリンで寄せ植えでした。はい、上手にできました。ありがとうございます。お疲れ様です。可愛いです。可愛いですって言った。はい、可愛いです。可愛いです。可愛いですって言ったね。はい、はい、あのということで今日はね、うわ、真っ白だった。プリンをメインでこれ植えたんですけど、事前にもちょっと植えたのがあるので、ちょっと紹介しましょうか。他の色も。はい。何色かって言ったっけ？ 8 色？カリブラコアだけで8色なんですよ。カリブラコアだけで8色です。はい、ほら。どう？これかわいい。かわいいですね。これがピンク。はい。ピンク。カリブラコアピンク。ピンク。あ、これがあの、あれだ。パープルウェディングね。なでしこの、うん。これも一押ししてます。パープルウェディング。かわいいね。かわいいですね。うん。色がいいね、やっぱね。それとオレガノとこれがエンジ色。エンジ色。エンジ色覚えた？はい。エンジ色だけでちょっと似たような、まあ、高さになりましたけど、いいですね。オレガノもいい効かせてますし、
トラカンが入ってきたからね、トラカンね、うんうん、どうです合うね、これちょっと同系色な感じで色合わせしましたけどね、可愛い一鉢、はい、ね、じゃん、こういうのもありますよ。お、これ今度これは鉢から可愛いですね、鉢もちょっと変わってますね、うん、こういうあの可愛い鉢によく合うのかな、なんとなく、うんうんうん、プリンとかその名前もそうだけど、そうですね、ね、あの花色とか花の感じ的に、あとクレヨンのラベルとかのデザイン的にさ、どっちかというと可愛い感じがよく合うかもね。そうですね、可愛い感じ、可愛い、このブリキのね、車、バス、車、トラック、車やな何ですかねこれ、ね、車両車両、はい、貨物車両はい、手がブルブルするでしょ、これ、ね、はい、色、これも色合わせたんでしょ、この貨物車両のこの色にあの、あ、花色合わせた、夜明け、夜明け、はい、夜明けでしたっけ、夜明けってこんな色か、そうか、そうね、そうですね、なんとなく、なんとなく覚えやすいは覚えやすい、そうな感じ、覚えやすいか、夜明けかなみたいなそう、まあまあちょっと覚えやすいかどうか別として、夜明けなんですよこれ、夜明けってやつ可愛いよ、これも、これもオレガノとね、シンプルよ、オレガノとラミウムしかないもん、え、本当ですね、オレガノとラミウムと、そうそう、カリブラの、カリブラコアの夜明けをね、1、2、3本植えたかもしれないね、うんうん、で、こことその逆三角形に、ね、はいはい、三角形植えました、その逆の三角形は、角角がラミウムとオレガノにしたっていうね。うん、あのこれも意外とシンプルです。三角形三角形。植えやすいですね。植えやすいと思います、うん。これだってそうなんだけどね。三角形、まあ、バラバラの三、ね、同じものじゃないですけどね。うんうん、はい。ということでこういう可愛らしい寄せ植えがあのにぴったりなね、春色クレヨンシリーズ、皆さんこれ絶対もうちょっと少なくなってる品種もあるのでね、もうお見逃しなくということで。でこれがまた夏と秋と冬とクレヨンは続いていきますので、皆さんね、ぜひ植えて楽しんでみてください。はい、ということで最後も大見さんに登場していただいて、はい、はい、今一度このねクレヨンいいですね、いいでしょう、めっちゃ押してもらってありがとう、本当にありがとうまあ、そう、俺はあれなんですけど、いやいや、本当にいい貨物車両に合うっていうのは初めて知った俺はい、ありがとうございました、はい、はい、ということで、今がね旬のクレヨンシリーズでございました、はい、皆さん、しっかりねクレヨンシリーズで単品でもいいし寄せでもいいし、とにかく植えてほしいなというおすすめのお花です。はい、はい、じゃあ本当ありがとうございました、楽しんでください。はい、それじゃあ皆さんまたね、チャンネル登録やん、いろいろお願いします何でしたっけ、ミカさん